今月9日投開票の県議会議員選挙の特集です。投票率の低下、特に若者の投票率が低いと言われますが、その理由は何なのか。政治や選挙に対する大学生の本音を語り合ってもらいました。そもそもその今回の県議選について何知ってるかみたいなことが前提にはなると思うから。山口が6人とかで、宇部市何人とか。定数って知ってる？宇部市の何定数って県議選の。いや全く知らない。いやでもまあ現状だよね、これがね。いや多分知ってる方が多分ちょっと珍しいというか、宇部カレは大学生中心のサークルです。地域の活気を取り戻し交流を深めようと、イベントの企画や運営を行っています。政治について話すのなんかちょっとタブー的な、話しづらい。つまり話しづらいですね。学生の内輪の話で政治の話するってまあないやろ、意識高すぎるというか、20歳前後、いわゆる Z 世代に特化したマーケティングを行う渋谷109ラボが、大学生など400人を対象に政治に関する意識調査を行ったところ、4割以上が政治について話しにくいと感じると答えています。その理由の多くが、自分のスタンスが決まっていない、関心が低い、意識が高い人、偏った人と思われそうだからという回答でした。前回投票率はまず予想しようぜ。そのもうその若い人限定にしよう。これ多分調べたら年代別の投票率とかもあるはずだ。 あります。俺らの年代でってこと。周り、うん、その僕ら20代 10% じゃないですか。10体感マジでいない、マジでいないと思います。10よりはいると思う。ちょっと調べるわ。やろう。どうです、前回の平成31年山口県議会議員選挙は20から24で 18.3、 25から29が 26.47。 結構そんなが思ってるよりは多かった、ね、18歳が 30% いってるじゃないですか。なんか19歳の引き上げてるから、18歳が、うん、そうだね。多分これ18歳がこれ高校生のうちにこうみんなで行きましょうみたいなやつだと思います、うんうん、ね、Z 世代に今後選挙があれば投票すると思いますかと聞いたところ、7割以上が投票に前向きな回答を選びました。投票することに意欲的な若者は多いのに、なぜ投票に行く人は少ないのでしょうか。今の若い世代には選挙では自分たち その声とか届かない、インパクトが何も起こらないっていうふうに多分思ってしまっていて、その政治に対して興味を持ったところで、そのなんかただの時間の無駄なんじゃないのっていう。いや分かる、それは。どんどんこう人が若い人が少なくなっていってる中で、参加しても意味がないのかなみたいなのはあります。僕が高校生の時思ってたのは、なんかまあその時まだ有権者じゃなかったんですけど、なんか政治に対して文句言う人は、その文句があるならなんで立候補したり投票行かないんだろうっていうのが、すごいその権利を持ってないからこそ思ってた部分があって、だけど実際こうやって持ってみるとなんか意外と面倒くさいんだなっていう。経済とか、まあ、福祉とかいろんなことに対してこうしたいっていう意見を若者結構持ってる人は、あの投票率よりだいぶ多い数の若者がそれは持ってると思うけど、ただそれが投票行動に結びついてないっていうのは、そういってやっぱり投票に対するハードルの高さだったりとか、まあ、さっきもちょっと2回目になりますけど、その諦めっていうのがやっぱ大きな理由なのかなと思ってて、なんか刺さってないというか、受け入れる、それこそチャンネルが空いてないというか、だからこういくら、ね、流しても結局届かないみたいな。宇部カレの皆さんには地元の候補者に聞いてみたいことを挙げてもらいました。質問の内容は、地域活性や起業を目指す若い世代を後押しする環境整備についての考え、人口の増加に向けた方策、
有権者に政治を身近に感じてもらうため進めている取り組み、全国共通の課題ではなく宇部市特有の課題は、候補者にアンケートとして質問を投げかけ、後日回答が届きました。若い世代を後押しする環境整備についての考えを聞いた質問には、若い世代が思いを語れる場を用意し、そのための費用を補助する、行政が若い世代の活動資金が集まるよう支援するといった回答がありました。候補者に直接質問することが政治の関心につながったのでしょうか。そういう意味であんまりその期待に沿うものは少なかったのかなと。確かに、若い有権者って正直票につながりにくい、投票率高くないから、若者の生活に結びつくような、もうさっき言ったんですけどってことをなんかまあ知ってくれれば、まあ興味を持つかもしれないです。政策の問題。そうです。政策が良くなったら関心持つやろうか。政策が良くなってもどうやろうね。例えばなんか自分が関心を持って、自分が不便だなと思っていることに対して、それを解消してくれた政治家がいたとしたら、個人的にその政治家を応援したくはなるとは思いますよ。で、有権者もやっぱり責任を持って、まあ、どういった候補なのか、今政治の場で何が起きているのか、自分はこの街にどうあってほしいのかみたいなことをやっぱり意識的に持って、政治に関わっていく、選挙に関わっていくという姿勢を持つことは大切だなというふうに。自分たちは身近にあると感じてない、まあ、そこいうギャップもあるから、そこら辺を埋めてって、まあ、やっぱり学生のになんかもっと知ってほしいんだったら、学生のためになるようなこともやっていかないと、多分これから先も多分興味はないままの学生は増えていくと思います。まあ、下手にこう手を出すより、まあ、今までのこう管理に従ってやった方が安心っていうのは多分あるとは思うんですけど、やっぱこれからそれだけではもう若者の、まあ、ハートをつかむことはできないと思いますし、やっぱここでやっぱり政治家もアプローチを変えていく必要はあるとは思いますね。はい。